浜松の奥地限界集落の友人宅にお邪魔してます。立派なログハウスがあるんですが、久しぶりにテントを使わせてもらおうと思ってます。モンベルの、2人から3人用のテント、パーツはこんな感じです。ドーム型のテントで設営は非常に簡単です。この2本のポールをつないで、テントに通すだけです。5、6分で完成です。まあ、ドームテントはですね、設営が楽なんでこんな感じですが、実は動画でこんな風に設営するっていうのをやってみようかと思ったんですが、結局組み立てちゃいました。アウトドアでこういうのちゃんと動画アップしてる人は偉いですね。